彼は甘くてクールでママレードみたいなやつだった。私たちシェアハウス借りて6人で一緒に住もうと思ってるの。は？ありえない同居生活。美味しいだろ。好きになる気持ちが止められないっていうのはわかるな。ミキごめん、特別な感情がなくなった。彼が教えてくれた、本気の恋は甘いだけじゃない。ママレードボーイ